ビルマの初代マウントバッテン伯爵、ルイス・フランシス・アルバート・ビクター・ニコラス・マウント・バッテンは、イギリスの貴族。ガーター勲章勲章氏、バス勲章ナイト・グランド・クロス勲章し、メリット勲章勲章氏、インドの星勲章ナイト・グランド・コマンダー勲章氏、ロイヤル、ビクトリア勲章ナイト・グランド・クロス勲章氏、こと校勲章受勲者、数密顧門館、王立協会フェロー、 初代ミルフォード・ヘイブン公爵、ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンの子で、ビクトリア女王の彦。ドイツのバッテンベルク家出身。海軍元帥。姉の一人にアリス・オブ・バッテンバーグがおり、エディンバラ公フィリップのおじにあたり、イギリス王室とも遠赤関係にある。1900年6月25日、初代ミルフォード・ヘイブン公爵。 ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンとビクトリアの子として生まれた。幼少時にはディッキーもしくはリチャードと呼ばれていた。人力社夫に奮したマウント・バッテン、エドワード8世1913年にオズボーン海軍幼年学校に入校し、第一次世界大戦勃発後の1916年7月には16歳で HMS ライオンに配置された。その後8月には、 HMS クイーンをエリザベスに乗務している。なお1917年には敵国のドイツのバッテンベルグからイギリス風のマウントバッテンに改名している。その後は HMS レナウンや HMS レパルスに乗務した。HMS レパルス時代には第一次世界大戦時に一緒に戦った同盟国の日本や 植民地のイギリス領インド帝国などを訪れている。32歳の時、プリンス・オブ・ウェールズと同格の三軍中将に任せられた。実際、戦闘の面では大いに不安があったが、マウント・バッテンが発揮したのは、結果的には、戦闘面よりもそれ以外の面であった。HMS ・ケルビンに乗務するマウント・バッテン1939年9月に、 第二次世界大戦が勃発するや志願して現役に復帰し海軍大佐に任せられた。第五駆逐艦船,船隊の指令として駆逐艦 HMS ケリーに乗り、同艦が1941年のクレタ島の戦いで沈没するまで勤務した。この期間中、彼はマウントバッテンピンクという名材を考案している。 イラストリアス修理のため、アメリカに渡った際、真珠湾を訪問。旅順口攻撃とタラント空襲を引用し、基地が航空機の攻撃に対して、準備不足であると指摘している。1942年8月19日には、ノルマンディ上陸作戦のリハーサルとも言うべき、ディエップ港奇襲作戦を指揮。作戦そのものは大損害を被ったものの、後年。 ディエップで一人が戦死したために、D レイでは10人が助かったと回想している。イギリスは、ドイツの早期警戒レーダー、フライヤーと標定レーダー、ビュルツブルグの日本立てのレーダー技術の情報をつかみ、ドイツが自国より、レーダー技術が進んでいると、考えレーダー重要部分の強奪を考えた。これにより、バイティング作戦が、ルイスマウントバッテンにより立案された。 地上レーダーは持ち込まれることがないため困難であり、敵地へ突入する必要があったが、1942年2月27日から28日に、作戦は実行され、ビュルツブルグの心臓部入手とビュルツブルグ捜査員1名通信兵1名の捕虜を確保し、ドイツのレーダー技術の実情と詳細を把握できた。 回路会議に出席したマウントバッテン1943年1月にはイギリスのウィンストン・チャーチル首相とアメリカのフランクリン・ルズベルト大統領が連合国軍のイタリア上陸作戦についての戦略について会談するカサブランカ会談に出席したまた11月22日からエジプトの回路で チャーチル首相とアメリカのルーズベルト大統領、紹介席主席による、対日戦と戦後の方針を決めるための首脳会談、回路会議に出席した。12月1日に発表された、回路宣言における、対日方針は、その後連合国の基本方針となり、ボツダム宣言に継承された。1943年8月に創設された。 東南アジア地域連合軍の総司令官に就任。補佐のヘンリー・パウノル参謀長と共に、ビルマの戦いなどで、日本軍との戦いの指揮を取った。この際に連絡将校としてマラヤ統一戦線との窓口になっていたのが、マラヤ共産党の指導者チンである。チンは、マウントバッテンとの交流から、大英帝国の敵でありながら、イギリスから除訓されている。 戦線は停滞していたが、日本軍は、インパール作戦に、失敗。1944年、イラワジ海戦を、川切りイギリス軍が、攻勢に転じる。1945年5月アウンさんと会談し、ビルマ国民軍が、連合軍の指揮下に入ることに合意した。マレーとシンガポールの奪回へ向けて、ジッパー作戦を計画していたが、日本の降伏によりマウントバッテンは、 全ての作戦の中止を命令した。シーク時代には、情報戦を駆使した戦術を対応し、戦闘を進める一方で、戦後処理の方策も同時に研究させていた。日本の降伏後、イギリスの手に戻った、シンガポールのシティホールで第7方面軍司令官、板垣聖志郎を引検して、降伏文書を交わしている。 1946年に帰国後、ガーター勲章が授与され、8月には、ビルマのマウントバッテン支者区に助せられた。ロンドン県ジントン宮殿のマレー人の兵士を、越兵する、マウントバッテン教ネルートジンナーと話す、マウントバッテン晩年のマウントバッテン日本軍が、速やかに撤退した東南アジア方面の処理が一段落、した後、インド副王権総督に転じる。 第二次世界大戦において本土がドイツ軍の空襲にさらされ、マレーやシンガポール、ビルマや香港などの植民地を日本軍に奪われ、疲弊したイギリスは戦勝国となったものの、もはやかつてのように遠方の植民地を統治する国力は残っていなかった。さらに1946年にイギリス植民地政府が行った。 インド国民軍裁判に反発するインド人の暴動などを経て、すでにインド独立は確定していたものの、宗教を理由とする民族対立が激化しつつあった。マウントバッテンは、本国からインドの統一を保ち撤退せよとの命を帯びて、インドに赴任したが、マハトマガンディ、ジャワハルラール、ネル、ー、 ムハンマドアリージンナーら指導者との会談を重ねていく、うちに民族及び宗教対立の現実を目の当たりにし、イスラム教徒でパキスタンの分離を唱えるジンナーにやや押し切られる形で1947年のインドパキスタン分離独立への道筋をつけた。分離独立後はインド連邦総督に横滑りし、1948年6月21日に、 チャクラバルティラージャゴー・パーラー・チャーリーに座を譲るまで在任した。インド総督としての役目を終え、イギリスに帰国した後は、イギリス海軍の地中海艦隊司令長官や第一海軍協、国防参謀総長などのイギリス軍の要職を歴任した。退役後は維持避難室のために自宅を一般公開した。 元未語のピーター・ライトは1987年の著書スパイキャッチャーにおいて1968年にデイリー・ミラー紙社主のセシル・キングや30人に及ぶ未語職員らによるハロルド・ウィルソン首相を率いる労働党内閣を倒す秘密会合が開かれマウント・バッテンも出席したと暴露した。キングはマウント・バッテンに旧国内閣の指導者となることを求めたが マウントバッテンの躊躇によりクーデターは未遂に終わったと述べた。一方でアンドリュー・ローニーは女王がマウントバッテンを説得して思いとどまらせたと示唆している。2006年の BBC のドキュメンタリー番組ザ・プロット・アゲンスト・ハロルド・ウィルソンでは 1974から1976年の第二次、ウィルソン内閣期にも、マウントバッテンを含んだ別のクーデターの計画があったと報じた。軍とミゴ内の同調者がウィルソンをマウントバッテンに変える計画であった。ミゴの最初の公式の局史である、ザ・ディフェンス・オブ・ザ・レルムは、実際に、ウィルソンに対する計画が存在し、そのファイルが、 見後に存在していたことを示している。同時に、同書は、計画が、極公式のものではなく、少数の職員により立案されたものだと、明言している。ロムジー修道院にある、マウントバッテン教の墓所1979年8月27日に、休暇中のアイルランド北西部のドネゴール湾において、ヨットで出港直後、IRA 暫定派の仕掛けた爆弾が爆発し、 孫たちと共に死亡した。79歳遺没。実行犯は終身刑となった。生存者の証言によると爆弾はエンジンに仕掛けられており、操船していたマウントバッテンは即死状態だった。マウントバッテンは私のような年寄りに何をするというのかねと、IRA 暫定派からの攻撃が自分らには及ぶまいと高をくくっていたのか。 大した護衛もつけていなかったという。なお、このマウントバッテンの死に最もショックを受けたのが、幼少時から慕っていた上に、当時イギリス海軍士官であったチャールズ王大使だった。マウントバッテンの死の翌年に知り合い、生前のマウントバッテンのことについて語り合った相手が、ダイアナ・スペンサーで、二人は、その翌年の1981年に結婚している。 葬儀には、オランダやベルギー、デンマークなど、第二次世界大戦で共に戦ったヨーロッパ諸国の王族や、ビルマ、インド、米国、フランス、カナダの代表者が参加したが、本人の遺言により、かつて戦った、日本人への正体はなかった。イギリスにおいては、陸軍総参謀長を指す。彼の肩書を含んだ正式名は、 初代ビルマのマウントバッテン伯爵、ルイス・フランシス・アルバート・ビクター・ニコラス・マウントバッテン、KG、GCBOM、ジシエッセグシー・ジッシーボ・ DSO、FRSPC、LLDDSC ・アミム・リーナ。ありがとうございます。